今回は、サブアカさんのやつの、ガチャリドラーカードを回していこうと思う。で、まあ、他にももう一つ、サブアカあるから、そっちの方も回していこうと思う。で、これ申し訳ない。動画外で、なんか、3枚、カードめくってたみたいということで、10枚うち3枚はめくっていたということで、まあ、まあ、結果はこのまんまなんだけど、まあ、あと残り7枚引けるんで、サブアカさんの方は、7連、回しててか、まあ、カードをめくっていこうと思う。で、残りの、サブアカ2の方、もう一つのアカウントの方は、確か、2枚引いてたのかな ?2 枚、引いてたから、8連、引いていこうと思う。それでは、カードをね、めくっていこうと思う。いやー、これね、貴属性のこの属性のやつね、もう、ナチョス出ちゃってるから、まあ、天魔のやつね、ちょっと欲しいんだけど、前回奇跡的に天魔のやつとか確か出たんだよね。デインゴ。これと、これで、うん。アトゥームはいらない。あとはね、アイリスが重心化回してるから、アイリスも、割かし一体もっと、まだあり。あ、これ確か持ってない。これはね、持ってない。サブアカも持ってないし、メインでも持ってないから、これは普通に嬉しい。確かこれ、友情、違うわ。確かこれは、エリミの適正枠だよね。で、他に、あと4枚。はい。あー、これか。ここ。あー、いや、なんか、ナチョスに似てるやついるの、なんか、なんだっけ。マモン。いや、天魔のキャラ。天魔のキャラ欲しいね。いや、推しリスやめろ!いや、これは、こいつが、唯一、メインアカウントと、サブ端末全部、持ってないから、こいつ普通に発言だから、普通に嬉しい。で、まあ、他に全部のこの、まあ、ニューだけどもさ、メインアカとか、あと、もう一つの今引くサブアカの方は全部ほぼほぼ持ってるから、まあ、ほぼ、まあ、いらないかなっていう感じで、こいつ本当にマジこいつ嬉しい。ということで、まあ、貸し物できるしね。これはね、個人的に嬉しい。はい、ということで、端末、切り替えよう。サブアカ2の方。ドラム先2の方を聞いていこうと思う。こっちは8枚カードめくれるということで、まあ、残り2枚引いちゃってるんだけど、ね、ちょっと動画外であって。ということで、まあ、動画外で引いちゃったやつがモーツァルトと、なんだっけ。動画外で、まあ、引いちゃったやつがモーツァルトと、ブリギットが出たということでね。まあ。まあ、天魔のね、キャラが欲しい。本当に。まあ、特性のやつまず選んでいこう。これで、カマタリとか来てくれたらすごくありがたいんだけど、一瞬カマタリだと思ったじゃないか。ちょっと待って、こいつ出すぎじゃない？でも前、確かさ、メインでもこいつ出なかったっけ？あ、違うっけ？メインでこいつもなんか出てなかったっけ？最近これ結構見るな。オズ。はい。あー、なんだっけ、モネだっけ？モネとかそういうやつだよね。はい。あー、シンデレラか。死んでる。あ、これ、モンタマ溜まるんじゃない？モンタマ、ガチャリドラだっけ？違うわ。ガチャ、
な、もう何でもいいわ。アテナ、アテナか。アテナ、アテナ様はちょっと、いまいち。いや、待って、ちょっと、結果がいまいちすぎるな。なんか、この辺、この辺とか。ラスト。うわー、いや、待って。やばい、モンタマ、人間入った、溜まったけど。結果がいまいちすぎる。結果がね、なんかもうほぼほぼいまいちすぎる。全部持ってる。メインが、全部持ってるんだよな。これ、全部持ってるから、いや、いらない。いらないんだけど。まあ、サブアカはちょこちょここう、ニューとか持ってないやつ出てくるんだけど、メイン、いらメインとかに、まあ、貸し物とかやっぱしたいから、こうやって、真剣にこう悩んでるんだけど、全部持ってる。これ全部持ってるから、いらねえ。これどうしよう。じゃあ、サブアカのこと考えて、サブアカのことを考えてさ、行くと、アテナ2体目とか、まあ、アテナに、2体目か、ヌボコ、まあ、アルカディア、アルカディアじゃない、まあ、ヌボコとか、ラグナロクとかに、ちょっとまだ、確かサブさんの方ね、こっちのアカウント、ラグナロクまだ勝ってないから、まあ、ラグナロクのこと考えると、こいつゲットしてて普通にいいかなと思ったんだけど、まあ、アテナでもいいんだけど、近畿のこと考えると、いや、これ普通に悩むな。これは、持っていないやつを考えると、寝ぼこにする、今回は。今回は、ちょっとこれは寝ぼこにするわ。普通に、メインアカのことを真剣に考えたら、全部持ってるんで、今回はサブアカのことを真剣に考えて、ラグナロクのこととか、あとは、まあ、今後の、サブアカのことを考えると、まあ、ヌボコの方がいいかなと思ってさ、ヌボコにしたわ。これで全アカの、ガチャリドラカードを、引き終わったんで、まあ、また来月ね、貯めて動画にしていこうと思う。まあ、それでは終わります。ごきげんよう。See you, goodbye.